こんにちは。今回は、討議を見ていきます。後に討議を建国する高官は、北魏の将軍魏志由英の配下でした。魏志由英の権力派とてつもなく大きくなり、次第に一定の三月を考えるようになりました。高官は、魏志由英へ三月を考え直すよう諌めましたが、枯れ葉聞く耳を持ちませんでした。530年、これを察知した皇帝元始雄は、魏志由英を暗殺しました。魏志由英の親族である魏主張派、仇を討つために挙兵し、高官をこれに誘いました。高官は、うわむわにしてこれに賛同しませんでした。魏志由張の挙兵派成功し、元始雄は捕らえられました。高官は、非有面的に魏主張の功績を祝いつつ、裏で、派元始雄の身柄を奪おうと考えていました。しかし魏志由張派元始雄を殺害し、元老を皇帝に擁立しました。この混乱を見て、異民族が魏志由張を攻撃しました。魏志由張派高官に救援を求め、共に異民族を退けました。これをきっかけに、魏志由張と高官派義兄弟の契りを結びました。しかし、魏志由一族が元老を廃位して元老を擁立すると、高官はこれに反発して元老を皇帝に擁立し、反魏志由氏の挙兵を行いました。532年、魏志由一族率いる20万の軍が高官を攻撃しました。高官は3万の軍を率いてこれを迎え撃ち、容赦や派激突しました。兵力遅れ大きく劣る高官派が苦戦しましたが、策を用いて魏志由氏の軍を敗走させました。高官は敗走した魏主張を追い込み、ついに魏志由張派自害しました。高官は魏志由張の遺体を手厚く葬りました。高官は元気を得と元老を廃位し、元始雄を擁立しました。高官の戦王に不満を持った軍隊は、高官と元始雄に対して不和工作を行いました。534年、不和工作が成功し、元始雄派軍隊が拠点とする長安へ向かいました。皇帝を失った高官は、元年権を皇帝としました。これにより、北魏は東西に分かれることになりました。537年、高官派軍隊へ決戦を挑みましたが敗北しました。538年、高官は再び軍隊へ決戦を挑み、進勝しました。543年、高官は正義の柿を南路を包囲し、これを撃破しました。546年、正義の伊翼壁路を攻撃しましたが、落とすことができずに撤退しました。これら一連の戦により、両軍合わせて20万人に魏志由の兵隊が死亡しました。547年、長年の戦争生活がたたり、高官は死亡しました。高官の義兄弟である高長が後を継ぎました。高官の死を見た高景が反乱を起こすと、高義兄派これを討伐しました。高景が領に帰順したので、高義兄派高景の妻子を殺害しました。549年、高義兄派奴隷として自宅の厨房で働かせていた蘭景に殺害され、29年の義兄が意に幕を閉じました。高貴雄の弟である高雄派この事件を聞き、兵を率いて蘭景を暗殺しました。550年、実権を握った高雄は元年県から連合させ、北西を建国しました。こうして、討議は滅亡しました。今回はここまでです。次回は、正義を見ていきます。よろしくお願いします。